皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。スープラトゥーン3ヒーローモードやりましょうか。さあ、あおりちゃんっていつもさ、俺がいるところで探索してるサイトまで来てくれるからめっちゃ好きはい、というわけで今日もやっていきましょう。いいかよろしく。はい、さて現在でサイト5までやってきました。5はね、ドーンと縦に長いステージでね、まあ、手前側の部分はね、ようやく攻略完了したかって感じですね。今日はね、この奥側を埋めていきたいと思います。真ん中ぐらいか。よし。で、マップはね、手前側は全部探索したので、今日はね、この辺りから探索進めていきましょうか。まあもうね、近くにはすぐ見て、ほらステージがあったりとかして、もうめちゃ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 なんでちょっといくら開けとくか。1000使う、そこやばっ。よし、1000使って開けて、ここも開けとこうか。ほら、もうそこにもステージあるもんな、もう見たら。ねえ、あそこにもある。あそこも、そこも、ここもある。いっぱいあるぜ。今日も頑張って攻略進めていこうか。じゃあまず1個目、曲がり角の数だけ踊り気あり、三本道も人生も。というわけで、人生楽しくいきましょう。打ち合いを制してゴールせよ。戦いだ、今回バトルの時間だ。かかってこいや。武器何やったっけ。おー、ケルビンビンビンやん。ケルビン練習したいな。ケルビン、ケルビン好き。ウェイ、今回結構強そうだもんね、ケルビン。うん、ブン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 。ケルビン打ち合い強いからな。やっぱね、スパッタリー系の武器はね、こうやってジャンプしてからポーンってこれやるとめっちゃかっこいいよね、これ。ね、これできるだけでもうイケメン度 80% って感じ。ね、ジャンプしてそばっていくやつ、これ、ズバっていくやつ、これマジかっこいい、大好き。いきます。さて、戦いの時間やっていきましょうか。ねえ、はい。ねえ、まあ、転がってうまいことやっつける。なんだこれは。え、これはウルトラショッツ、ウルトラショッツ。当たってないショッツ。もうね、地面に打つショット、地面なかった。よし、やばい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 。ちょっと強い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 、思ったより強い、敵がやばいぜ。よし、はい、バン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 。危ねえ、いや苦しい。オッケー、さあ、なんとか転がって敵倒していきましょう。危ないって、これ。ちょ、地面塗らんと負けちゃうからな、これ。いや、ボムも使えばいいね、ボムも使えば。おらー、打ち合いよりも、ボム効いてない。よし、よし、一旦下がって、上のやつも、ほい。危ねえ、しっかりエイムそ、あ、揃えて当てていく必要があるからね。お前はなんやねん、危ない。次こっち、せい。パパパ、突然飛び出てぶっ壊してやるぜ、全部。あー、よかった。さあ、なんとか行きましたかね、打ち合いを制した。これケルビンでよかったかもしれん、楽しいさあ、上も何もないで行こうか。よし、さあ、またシュパシュパシュパってしていく。やっぱね、武器によってやっぱいろんなコンセプトあるのがいいよね、ほんと。はい、ブーン。おっと、さあ、ケルビン、おー、アーマー来た。打ち合いの味方見た。またウルショや、ウルトラショットなら遠くのやつもイチコロやでって。もうやっちゃうか。オレイオレイオレイっていう、楽しい。よし、さあ行こうぜ、先へ。ウルトラショット無限に欲しいんだけど。やばいやばいやばい、一旦下がる。逃げる、逃げる、スライド。やばい、逃げれないお前めくれとけ、ずっとビビった。今マジやられるかと思った、今。さあ、わあ、だってこんにちは、ね。よし、まだいた、こんにちは。よし、さて進みましょう。高いところにいるのズルだよな、あれ。下から撃ってやろう、ほらほら。お前の角度じゃ攻撃当たんねえだろ、これ。これ楽勝かもしれん、ほら見て。ほら、敵攻撃当てられへん、一方的に攻撃できる角度ですズル角度きたな。よし、さあ、どんどん登っていこうか。また次こっちだね。うん、なんかすげえ棒がいっぱいある。ね、まあ、上の敵は多分上で倒すんだろうけど、まあ普通に来ちゃったね、ここまで。よし、さあ順調です。さあ、ここも登って、ここも壊して。敵いないけども、おい、タコくん、新しい敵頼むよ。さあ、アーマーが青くなる、第2アーマーですね。さあ、チェックポイント、ラストチェックポイント、まだ戦いはあるぜ。うわ、この狭いところで戦うんか、もしかして。絶対そうだろ、塗っとこう。来た、はい。なんだお前、危ない、やべ、隠れろ隠れろ、一回。あいつ、やべ、スパッタリみたいな動きするやついる。やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、なんだあいつ、スパッタリ
スパッタリーかよお前は。ボムボムボム、これはボム使ってから負ける。ナイス。まだやる、まだいるかも。出てくるやろこれ。次の敵は出てこないけど。え、あ、終わりか。クリアでいいの？もうなんか言ってよ、もう全部やったねとか言ってくんないとわかんないよ。というわけで見事クリア。曲がり角の数だけ驚きあり。ね、スパッタリーみたいなね、乗り物に乗ってたタコだった。タコも進化しているんだよ、技術革新。タコって真面目でね、働き者が多いんですよ多分。はい、ということで来たな。評価ポイントもまたモリモリってもらって、で次のエリア行こうか。じゃあ次のエリア、おーっと、あそこにまたいる俺のアイドル、俺たちのアイドルが。じゃあこっち側ちょっと探索まだ見てしなかったんで、ちょっと見とこうか。少しこういうとこにありそうアイテムないか。ね、こじゃけくん、なんかない。あ、びっくりマーク来た。こじゃけびっくりマーク。さあこじゃけびっくりで出てくるのはどこ。こじゃけびっくり、ここ、ここ、ありがとう。うわ、イリコニウムだ。これは激レアアイテム、ありがとう。イリコニウムはいいぞ。ここもなんかあるやろ絶対。ほらここや。そもそもここやった。よし、さあいくら缶ゲット。よし、これで隅っこ埋めもはかどりましたね。そこもなんか絶対ここもあるやろね。何もないの。あ、落ちてった、ごめん。600いくら、ちょっと落としちゃった、ごめん。ごめん。よし、こじゃけは何でも食うからな。うん、お、あそこにあるのはアイテムじゃん。来た、置物。これは何、重しね。変なものゲットでーす。見てこれ、植物、トマトかなこれ。トマトだなこれ。植物を作ってたんだここで。プランター的なね。人類はね、何を食って生きたんでしょうか。トマトかもしれない。いや、イカとタコ食ってたんだよ、イカとタコ。よし、じゃあ次のステージ行きましょうか。ここ行こう。ででで、気をつけてね3個、頑張れよ。さて屋根、それは未来の確定の条件。なんかさ、なんか言い回しが全部お家とかさ、なんかわかんねえから、なんか広告とかに載ってそうな言い回しなんだよな全部。はい、頭上に気をつけてゴールしましょう。あ、これ弓使いたい。でも洗濯機もいいな、洗濯機。はい、洗濯機、洗濯機、どっちでしょうか、洗濯機か洗濯機ね、わかりません。行きます。さて、さあ行きますか。敵がいっぱいいるからな。タコミラーボールがいるぞ。硬いしバリア張ってくるからしぶとい。ミラーボールの敵がいる。さて、おお、洗濯機はね、やっぱこうやって直撃するといい威力出るからね。さあ山なり攻撃、最強すぎる。ほらほらほら、タコたちも直射攻撃強すぎる。この武器強い。よし、さあこの調子で頑張っていきましょう。よいしょ、オッケー。さあどんどん行こうか。プロペラ回してスイスイスイと。よいしょ。さあ強化ポイントもゲット、ありがとう。あー出たな、あのビートタコスタンプだ。ビート、ビートを刻め、ビートを刻め。よし、おお、ビートを刻め。よし、硬いなこいつ。やっぱビート、ビート刻む、ビート刻む強い。硬すぎるなこいつ。シューター系じゃないと倒しづらいな、あいつは、さすがに。よし、このね、直撃した時のね、なんかパカーンって音がいいよね、ほんとね。え、上のやつうざい、上のやつうざい。よいしょ、反撃ハウ。よし、君たちもタコたちもやっつけた、オッケー。頼む、進もう。ふむ、ほら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 。よし、甘くれへんかな。結構なんか打ち合い系のステージ今回多めで楽しいね。バトルをめっちゃしてる感じがする。出た、あの組み合わせは大変そう。ビートを刻め。よし、ズルだぞお前、ズルだぞお前。中に入るんだ、中に。ほら、よし、こっちへ来い。だから一発避けてジャンプせずそのまま地面で打ち続けたらいいんだこれ。おっつー。いや結構めんどくさい敵だったな今の、本当に。ちょ、裏とかになんか隠れてるね、やっぱりあるよねー。きっちり回収、サンゴはしっかり者だろね。ちゃんと見るからね、裏面もみんなも見てた、ちゃんとああいうところ。
取りこぼしあったらもったいないからね。さてこれ上まで上がってからヒュー、よし行こう、最終チェックポイント。さあ地面が降りてきます。よろしくお願いします。以下よろしく。届かない、これはうるせえ、痛い、ほら変なとこから攻撃や。これどうしようかな、プロペラ回しとくか。とりあえずプロペラ回してビートを混ぜ、ビートを刻め、スイッ、おいえい、オッケーオッケー。さあしっかりと回収しながら進んでいこうぜ。またここも一番上に参ります。これ最初だったよね。む、敵が、うわーめっちゃおる。ミラーボールに守られてるな全部の敵。これスペシャル欲しい、スペシャルない、絶対あると思う、すげえスペシャル。そこに何あれ、じゃあまマジでスペシャルないの、スペシャルください。やばい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 、よし上から失礼するぞ。よしまずまずまずちょっとずつやっつけていこう、ちょっとずつね。じゃあまあ回収しよう。よし、いやインクも回復しながら、きつい、ふう。まずあいつはこうやってここから攻撃するんですよ。これこれ、うれうれうれ、はーい、お疲れ。でここの敵もこうだよね、当たってる、はい、当たらない、当たった、ここ、この角度、よし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 。選択機というその曲者を生かしていこう。でアーマーもないやつはおかも様ですよ、おかも様。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、うぶねえ、これ何、ブルショだ。そんじゃ一丁やっちゃってー、俺たちのウルトラショット、セイセイ、オッケー、ダブルでやったぜー。あーやっぱウルショよ、みんな最強の技だったね。はい、というわけで見事攻略完了、ミッションクリア。ここのコースも楽しかった。屋根、それはミラーボールのタコ。やべ、一家に一匹、どうですか、どこでも、ね、そこがあなたのお家。いやー、でもバリア欲しいけど、今作バリア強えもんな、マジで。よーし、さあ、いくらもたくさんゲット。ね、アスナログリーンヒルズ。ここ、住宅街か、ここ。なんかさ、昔、人類滅びた時さ、エンジンが暴走して住宅街に落ちたんだっけ。もしかしたらここに落ちてきたのかもしんないね。住宅街、ライフラインが致命的なまで、復旧不可ラインまでさ、壊滅したっていう情報が確かどっかにあったと思うんだけど、なログで、アーカイブで確か見たと思うんだけど、ね。なんか見つけた？何見つけたの？ここ？いいとこだね。よし。あ、ミステリーファイルだ！熱い。ダダダン。うわ、これはどっかお店の人だよね。ヤシガニなどの甲殻類の仲間は成長に連れて脱皮を繰り返す。バンガラ地方の甲殻類は強い日差しが脱皮を促すのか、他の地方の同種族に比べはるかに大きな体を持つものが多い。なんか服屋さん、どっかの服屋さん、靴か頭かね、わからんけど、どっかの人が、あの甲殻類のね、人だったよね、確か。でかかったはず。覚えてるよ、俺。おっと、さあ、アイテム発見。ん？フードチケット。飯も食いてえな、早く。ね、ナーバリバトルやりてー。お前いつまでヒーローなっとるんやと思っとる人、僕もです、僕もそう思います。アイテムあったね、僕もそろそろで、ナーバリもしたいけど世界も救いたい。ヒーローモードって世界救ってんのかな。わからん、わからへん、世界救ってんのか、なんか遊んでるだけな気もしてきた俺。さあステージまたまたいっぱい見えてきた。置物はこれいいね、ちょうちん。さあステージが見えてきたけど、まあこっちからやっちゃおうか先に。よし、さあ行ってみようか。次のコースはここです。確かに踏みしめるこの夜景に暮らす喜びを、やっぱ家だよなこれ。スーパー着地を使ってゴールしよう。きた、最強のスペシャルを解くとご覧あれ。今作スプラトゥーン2では、まあ、猛威を振るっていた、猛威かっこ笑うを振るってたスペシャルなんですけど、まあ、強いんですよこれ、本当に楽しい、楽しさ S プラス。行ってきます。さあスーパー着地、せい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、お得だね。何度でも何度でも俺は飛び上がる戦士となる。やばすぎるこれ、かかってこいや。いやこのスーパー着地ずっと使えるっていうモードにしない、これからも。スーパー着地
セイ、お前らはもう消えろ。なんでこれ、スーパー着地、うるせえうるせえ、上に上がってから着地、俺は強い、覚えておけ、スーパー着地だこれが。気持ちよすぎる、気持ちよすぎる、スーパー着地やばい、一生使えるわこれ。でも武器ないからな今俺。夜景のステージいいね、ここ。さあチェックポイント、上に登るプロペラリフト、スーパー着地で登って、スーパー着地で登って、スーパー着地で、はい、登って、イカリングにくぐって、スーパー着地、そういうことよみんな。スーパー着地は強い、そしておもろい。スーパー着地死ぬ、今で痛かった、やばない、チェックポイント。ちょうど重なった、スーパー着地はジャンプ中にダメージを受けるという、欠点があります。なぜそんな欠点を残してる、無敵にしろ。さあまあ復活で行こう先へ、いやーいやー、まとめてドン、気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいいけどこのステージ。おお、もうこれでよくない、あいあいあい、いやいやいや、はい、全部来いよ、ほら来いよ。ナイス着地。もうこれしてるだけやけどな、ほんとねえ。さて、ちょっと目回る目回る目回る、ここのステージちょっとアイテムないかなって思ってちょっとプラプラしてるんですけど、床回転してるからアイテムあるわけないか、ここに。よし、さあもうゴールじゃないのこれって、え、もう終わる、終わりじゃないこれ。さあ最終チェックポイント来ました、ねえ、タコスナイパーがいるからね、気をつけて。下に参ります、何ここ、ん、下から回り込めそうだーって感じで、おお、プロペラ使ってゆっくり行こうよ、はい、バヒョーン、キャーデンス、おわーい、気持ちいいけどこれ大丈夫ねえ、はい、スーパー着地、最高のステージがここにある。これめちゃくちゃ気持ちよかったけど、これ楽しかった。スーパー着地ってさ、爽快感あるスペシャルだね、みんな。これ、派遣です。みんなも使おう。ここのステージおもろいわ。いいね。でんと。さあ、スーパー着地使ってゴールしましょう。しっかり喜び感じれたよ。いいね。今、イリコニウムってちなみに何個あったんだっけ？サイト5は2、4、6、7個攻略してる。で、イリコニウム2個か。次の解放に5個いるから、まだまだ使えないね。悲しいぜ。さあマップ的には、ちょっと待ってね、マップ見よう、マップ、マップ的にはまだまだかな、ちょっとここのエリアまだ探索不足だから、少し戻ってそこだけね、あの隠しのアイテムだけ取っちゃおうかな。まあ、ここやろどうせ、あ、ここ取ってるか、あれで、どこだ、あ、ここに普通にあった、よーし、オッケー、置物、あー、消火栓、いいね。さあ、消火栓がゲットして、この辺手前側全部コンプリートですね。いいことじゃ。よし。じゃ、次のステージ探そう。さあ、次のコースは、ここ行こうか。よし。俺のアイドル。ねえ。あおりちゃんがここにいるからね。盾持ちは注意をそらして背中を打つ。私はゴリ押し派よって。俺もゴリ押し派。気が合うね。ゴリ押し楽だもんね、やっぱ。よし、さあ、ゴリ押しのあおりちゃんたちの見送って、見送られてこっちですね。走る、飛ぶ、あなたと脈動するエリア。これ、食ワンダーだ、スペシャルステージ多いだ、スペシャル、いいね、食ワンダー楽しいからな。食ワンダーむずいんだよな。食ワンダー武器って何があるっけ、カーボンローラーとか、北斎とか、ジムワイパーだっけ。ね、何使う、俺、ジムワイパー気になります。はい。ということで、食ワンダーとスプラシューターですね。行ってきましょう。スプラシューターあるんだ。嬉しい。でーんと。さて、あ、使い放題だ。へい。さあ、食ワンダーでてっぺん目指していきようよーってやつ。ねえ。食ワンダーで行くだけだよね、これ。ほい。うーん。スパイダースパイダーをバビューバビューよー、楽しい、はい、バビュー、下にアイテムがないかとかちょっと確認しながら、バビュー、こういうところも来たりね、えなんかないかなって探索して、
バビューンと来たけど、ここはどこ？ステージの変なとこ、いい景色やねーっていう。なんもないけどな、ここ。ねえ。こういう生き方もできるっていう。ほら、上から攻撃したろ。高台、ションベンアタックです。届けへんかった。ね。はい、バビューン。意外とこのバビューン効かねえな、君。よいしょ。どこ行った君。食ワンダは直接当てるものではない。やべ。さて、次行くべきところ、どこでしょう。やばい！これどこ行けばいいんや、これ。上高くね、これ。登ってみようぜ。ねえ。登ってみようぜ。うわあ！うわあ！ちいかわなっちゃうじゃん、やべえ。すげえ、そこまで来たけど。ここも上登ってみようかな。ねえ。よし。いいね。高いところとかどこでも行けるんだよ。これマップのね、どこにでも行けるっていうのが、この食ワンダーなんですよね。ほんと。めちゃくちゃ強いよね。さあ、高いところから見下ろして、めっちゃ上だ！ねえ、降りられるとこ少なそうだから気をつけてねーっていう。オッケー。じゃあ、進めていきましょうか。これ一番下もあるんだよ。ほら見て。ここまで降りたらもう、ゲームオーバーでしょ、実質。ねえ、うおーいや、うおーこれどうなってんの？わからへん。わからへんけど、こんにちはって言った今。目の前に敵がいたけど。そんな、これどこが正解なんこれ。よー返して俺をうちに。どういうこと本当に。ねえ、もう、なんか乗りで進んでいったらダメなのかなこうやって。冷え高いよーね、高いね、ここ。オルタナの空も綺麗やねーっていうね。全部液晶だけどな、これも。あれもうクリアか、これで。あ、ゴールが見えた。え、ゴールでいいのこれで。高っ！よう登ってきたな、俺たち。ねえ。ここなんかあんの？ここ。なんもないか、ここ。よし、じゃあゴールしましょう。というわけでミッションクリア。食ワンダー使って、腕を伸ばして飛んでいった。ここは、楽しいエリアでした。いや、マジな話、おもろかった、結構。これ本、なんかね、食ワンダーの練習になる、マジで。ここで適当にずっと使いたいよね。はーい。なんか、スプラトゥーンの試し打ちでもさ、なんか無限に食ワンダー使えますみたいなボードを出すべきです。俺がやりたいので。俺がやりたいので、ぜひともご検討お願いいたします。よし。さて、というわけでステージだいぶ攻略してきたね。あ、もうだいぶ埋まったな、なんだかんだ言って。このゲーム終わんねえわ、と言ったけど。ねえ。だいぶ進んできたわ。よいしょ。ここも、と。広いね、ここ。うわ、出た。あそこに風船がある。風船やっちゃおうか。ステージもいいけど。ちょっと風船やる前に少しこの辺りの、ね、やつだけ壊しておこう。こじゃけくん。なかなか来てくれへんな。でもなんかやべ、インクがさ、めちゃくちゃインクじゃねえわ。いくらかだいぶ余裕出てきたね。さあ、イリコニウム。獲得。ここも壊しとこうか。もうなんかね、一切合切足りなくて困るってことは、なくなりそうな。そんな気配する。よし。あそこにアイテムあるけど。ねえ、取っときましょう。これ CD やな。はい、CD ゲット。よし。こんだけやれば多分大丈夫やろ。なあ。じゃあ、ちょっと風船タイム行こうか。ウキウキドキドキ風船タイム。せい！何？いきなりちょっと困るとこ来た。ねえ。上から、高台からや。高台、いや、なんかちょっと待って。めっちゃ海辺。今回全部海辺。待て。海辺は困る。いや、むずい。海辺は困る。次どここれ。上か？よし。あかん。普通にしんどいぞ、これ。なんでこんなむずいんだよ、今回。おい。次そっち？待て。おい。一周回ってゴー。さあ、出てきたミステリーファイル。でででん。なんだこれ。わ！久しぶりじゃん。ねえ、ロブさんか。湯の花大渓谷でアゲイン！ロブのキャラッといい天気、自転車の旅。ね。あ、なんか、真ん中すごい細かい。いろんな道具。自転車のロードワークの、なんか、道具いっぱいありますね。揚げ物ある？揚げるセットある？もしかして。いや、さすがにないか。でも調理器具結構持ってるよな。ねえ。すごいぜ。右下見て、クラゲくんのさ、バンド？
すげえ。クラゲくん、髪生やせるんだ。絶対ウィッグやろ、これ。ねえ。解説オフにしても見ることができるっていう。これ、ゲソスタグラムです。いや、知らん、ゲソスタグラムじゃ、何スタグラムやろ、あれ。ねえ。インスタの親戚やろな、ほんと。よし、オッケー。お、出てきた。ありがとうございます。出た、パラボラアンテナ。オッケー、じゃあ皆さん、今回ここまでにしておきましょうか。さて、スプラトゥーン3ヒーローモード。順調に進んでおります。次回で、サイト5終わりそうな、いや、終わんないかもしれないです。めっちゃステージ多いんやった、ここ。終わるかもしれないってぐらいの気持ちで見ていただけたらと思います。それ、おー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 、ラッキーそれでは、チャンネル登録しながらチャンネル登録、そして高評価よろしく、また見てくれ。おーすぽい、バイバーイ、イエーイ、上げてこう、結構深、あ、